ケース先行開発プロジェクトの中島です。ピッチケースアドバンストヘリテージについてご紹介させていただきます。このアドバンストヘリテージのコンセプトは、あなたの旧車に最新の技術を、未来の技術をコンセプトとしてこのプロジェクトをスタートさせました。このプロジェクトをスタートするにあたって一番大きかったのが、やはりお客様の声になります。思いのある旧車にずっと乗り続けたい、旧車に最新のチューニングを施したい、新型車に負けないような旧車に作りたい、こういったお客様の声に応えるのがアドバンストヘリテージになります。そしてこのアドバンストヘリテージ、最初に開発を進めているのが RB26 エンジンになります。この RB26 アドバンストヘリテージの開発コンセプトとしては、出力と燃費を高次元で両立する RB26 エンジンとしています。このコンセプトを実現する目標性能として、最高出力600馬力、燃費を20キロ、こちらを目標性能と設定しています。もちろんこの値は最新の排ガス基準を適合した上での値となります。この目標性能を達成するための、我々が新規で取り組んでいる技術をご紹介させていただきます。まずはプレチャンバーにあります。プレチャンバーについては F1 などのレーシングカーで採用されている技術でもあって、皆さんもご存知だと思います。この技術の目的としては、急速燃焼によって出力燃費を向上させることが目的になります。プレチャンバーの構造としては、一般的な燃焼室がこちらの構造になりまして、燃焼室中央に点火プラグが直接突き出す構造になっています。プレチャンバーを用いた燃焼室については、こちらのように点火プラグを小さな溶石で覆った構造となっています。これがプレチャンバーになります。急速燃焼のメカニズムとしては、まず燃焼工程中にこのプレチャンバー内の混合気に点火します。このプレチャンバー内の燃焼ガスが、このプレチャンバー先端にある小さなオリフィスから勢いよく噴出されることで、このメインチャンバー内の混合ガスを急速に燃焼させることができます。この急速燃焼によって出力や燃費の向上が可能となります。次はバージカルターボチャージャーになります。通常のターボチャージャーは信頼性の問題から水平に搭載する必要がありました。それによって給排気のレイアウトが厳しくなった、そういった課題がありました。この課題に対応するべく、我々が開発を進めているのがこちらのバーチカルターボチャージャーになります。このターボチャージャーは搭載角度に制限をなくし、搭載の問題を解決したターボチャージャーになります。この搭載によって前後の給排気管のレイアウトがスムーズになり、圧力損失の低減、触媒の早期活性につながり、エミッションの低減にもつながります。次はデュアルプレナムインテークになります。この部品、一般的にはサージタンクと呼ばれているような部品になるんですけども、通常のサージタンクであれば、この空気だまりのところ、ここが一箇所しかありません。ただ我々が開発を進めているデュアルプレナムインテークでは、この空気だまりがこちらのプレプレナム、そしてメインプレナム、この2箇所連続して配置されています。この連続して配置することによって、こちらのメインプレナムに流入する流速を高めて、プレナム内の吸気温度を低減させます。これによってノック限界の向上、そして出力燃費の向上につながります。またこの流入部の断面形状を扁平形状としていることで、メインプレナムへの流入を拡散させ、各気筒への分配をより均等にする効果を狙っています。
次はデュアルインジェクションシステムになります。エンジンの高出力化が進むとインジェクターも高容量化が求められます。インジェクターの高容量化は噴霧流圏の増大を招き適切な混合器形成を難しくします。この課題に対し各吸気弁ごとに独立したインジェクターで燃料を供給することができるデュアルインジェクションシステムを採用しました。デュアルインジェクション化によりインジェクターの小容量化および噴霧方向の最適化が可能となりエンジンレスポンスの向上とエミッションを低減します。我々 H ケースは今後もさまざまなカスタムパーツ開発に挑戦し未来の車社会に向けて乗って楽しむ文化所有して楽しむ文化を応援し続けていきます。今後の H ケースにご期待ください。